全国のちびっこたちこんにちは僕は猫のニャンゴロみんな幼稚園での生活楽しいかな小学校に上がるともっと楽しいことがいっぱいあるよこのチャンネルでは小学校に上がるときに覚えておくと生活がとって でも楽しくなるセリフを紹介していくよ今日のセリフはこちらですバラバラにいったらあれなんで足並み揃えましょうかだよこれを知っておくととっても便利なんだ挨拶とか師匠クラスの芸人に若手が挨拶行く時に バラバラに楽屋トントンってノックして入ってご挨拶失礼しますマザーファッカーのマザーファック吉田ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんこんガチャッご挨拶失礼しますマザーファッカーのマザーファック西村ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんこん失礼しますマザーファッカーの マザーか何をんねん何回挨拶させんねんコンビカトリオかしなんけどまとめて一緒に来い師匠に何回もおはようございますとかおはようさんとか言わせんのかまとめて一緒に来い足並み揃えて来いボケーってならないためにこのセリフがとっても重要なんだバラバラに言ったらあれなんで足並み揃えましょうかこれを言って一緒に 挨拶に行くことによって師匠は挨拶が一回で済むんだ師匠は挨拶が一回で済むことをとても重要視してるんだよみんなもスムーズな人間関係を作っていくためにこのように挨拶する癖を普段からつけていこうねそれじゃあ幼稚園で 先生にどんなふうに接すればいいか今から見てもらうよ先生さようならともきくんさようなら気をつけて帰るのよはい先生さようならりかちゃんさようなら先生さようなら さようなら、若葉ちゃん。先生、さようなら、さようなら、キララさん。先生、さようなら、さようなら、ノリオくん。先生、さようなら、お前ら一緒に来い何回も何回もさようなら、休むんからしにおー考えてみー お前らは一回やばいわし何回させてなかんねん誰に一番世話なっとんねんこらおお誰かおらんのか一人ぐらい頭の切れるやつバラバラに行ったらあれなんでわし並み揃いましょうかって言うやおらんのか表面張力のなんかテストみたいなあの水コップ一杯に入ってて10円玉ちょっとずつちょっとずつ入れていってぶち切れるのをいつかみたいなのをやっとんかそれやったらええわ そういう悪ノリやってねえとええわちゃうやろうお前ら何も考えずにやっとるやろう挨拶一回でまとめてこいはーい君だけ怒ってごめんねいかがだったかなこのようにとっても便利だからもう一回出すねバラバラにいったんバラバラにいったらあれなんで足並み揃えましょうか またねー。バイバーイ！